堀り止水処理センター。堀り止水処理センターは、愛知県名古屋市の各地与田1丁目1番12号に、ある、名古屋市上下水道局の下水処理施設。かつては、堀り止処理場という名称であったが、2008年4月に、市上下水道局が、下水処理場の故障を、水処理センターに変更したことに伴い、現在の名称となった。現在では、新堀川の源流となっている。 1930年10月に運用を開始した下水処理場で同年に設けられた厚田処理場と同様に日本で初めて3機式活性汚定法を採用した施設でもある。稼働開始当時のポンプ機と記念日名古屋市の下水道は1912年11月に供用を開始したが当初は集めた汚水を単に堀川と正人川に放流するだけであった。 都市化による農地の減少や化学肥料への転換に伴い処理しきれなくなった資料も下水道に投入するようになると水質はさらに悪化。この問題を改善するため厚田処理場とともに設置された。戦後になって処理能力が逼迫したが都市部にあって新たな土地の確保が難しいことから1973年に隣接する久屋大通公園南端の地下を利用しての 新設拡張が行われた。施設は地下式となっており、拡張部の地上には1998年にランの館が設置された。なお、フラリエと若宮大通公園での散水などには、同センターの高度処理水が使用されているほか、温室など、施設の空調にはヒートポンプによって下水熱を用いている。現在では、畜作、東区、中区、 小枠の各一部を処理区域としており、処理能力は20万立方メートル日。ありがとうございます。